速報速報、緊急速報でございます。はい、イギリスのシュナク首相がですね、不法移民ね、不法移民にガン切れです。あのマジのガン切れをしていてですね、今回ですね、あのね、イギリスがですね、不法移民をですね、ルワンダ送り、不法移民をですね、法的にですね、イギリスからですね、国外追放するという法律がですね、見事に可決をしたわけなんだけれども、これがですね、なんとですね、国際法違反の疑いがあるぞという声がですね、今ドカーンと上がってきてるんですよ。じゃあこれにね、スナク首相がですね、なんて答えたのかね、たとえ不法移民、たとえですね、これね、国際法違反をしてでも、たとえ国際法違反をしたとしてもですね、イギリスはですね、不法移民を国外に追放してやるわってですね、言い放っちゃいました。おい、巨大国家イギリスの、イギリス大英帝国のですね、首相がですね、なんと不法移民に対してはですね、国際法を無視してやると、まるで中国、言い放ったわけでございますよね。で、なんかさ、すげえ発言だったから今世界が平和になってんだけど、でもさ、なんかちょっと羨ましいよね。なんかちょっと羨ましいですよね。そう、日本もですね、これね、あの、ヨーロッパほどではないんだけれどもね、クルド人問題が取り上げられてるとかしてですね、不法移民って怖いわっていう話がですね、今ちょっとずつ上がってきてるでしょ。だからですね、あの、将来ね、まあ正直ね、ヨーロッパみたいな状況にはならんわ、さすがに。ヨーロッパの問題はね、日本の問題と比べると、ヨーロッパの問題は巨人すぎるので、要するにヨーロッパの状況から比べたら、日本なんてね、まだまだ赤ちゃんでございますからね。まあ、こんな状況にはならないと思いますけれども、でもね、将来的には何が起こるかわかりませんから、これ、何らかのですね、これね、あの、参考になると思いまして、いや、そらそうですよ。もう世界の超巨大国家、イギリスがですね、たとえ国際法を無視してでも、国際法を違反してでもですね、不法移民を海外にですね、追放してやるっていうことをですね、イギリスの首相が言うような状況になってるんですよ。この状況をですね、ちょっとね、ご理解いただきたいと。そして、どのような形でね、イギリスは対応しようとしているのかというところですね、今後の、ね、日本にはですね、そこ参考になると思いましたので、ちょっとお届けしたいなと思いました。どうもやめてくださいね、ございます。はい。ということでですね、これね、あれすごいのよ。これ本当に読んでみる、さっきの。あのね、スナク首相がですね、これね、あの、不法移民はですね、海外通報だと、国際法違反、知るかもげーって言った、このツイートだけ先読んでおこうからね、イギリスはですね、不法移民を国外追放する、国際法を無視すると、スナク首相が語りました。これ、フォックスニュースで流れたからね、これガチで言ったんだよ。はい、イギリスのですね、リシ・スナク首相はですね、はい、保守党議員のですね、一部が反乱を起こしまして、自身のですね、提案をする政策が、国際法に違反をする可能性があると、警告をしたにもかかわらず、ルワンダへのですね、不法移民送り込みというですね、強硬なアプローチをですね、撤回しませんと言いました。スナクさんはですね、イギリスに許可なく到着をした、移民をですね、ルワンダに送る許可をですね、政府に与える法律の成立を目指しておりまして、移民をですね、国外追放するためには、国際法を無視すると述べているという話なんだ。で、なんでね、そのね、あと不法に、すごいねよ。だって、あのね、イギリスに入ってきてる不法移民の数ってね、尋常じゃないレベルで述べていて、もうこれ見たら多分ね、この数字を見たらすぐわかるでしょう、これね。はい、あのね、イギリスとかフランスにですね、イギリスにね、あの、小型ボート、これ、こういう、来てるでしょ、これ、小型ボートね。この、こういう小型ボートでですね、あの、イギリスに不法入国をしてくる人間の数っていうのは、2018年段階では300人程度だったんですよ。でもね、それからたった4年後の2022年には、なんと4万5千人、なんと4万5千人を超えました。要するにこれね、これ何倍ですか、これ何倍ですか、桁違いところの話じゃないんだよね。これ、150倍か。そうだね。これ、マジですかって話なんで、これどうやらマジらしいんですよ。要するに、ね、小型ボートでやってくるっていうのは、さっきの写真みたいな、これ。これね、ほら、ここに黒いボートがあるでしょ。黒いボートの上にね、黒いね、あのゴミみたいにこれ黒いのがいるでしょ。これ全員不法移民なんですよ。これ全員不法移民で、普通に海岸からやってきていて、ほら、これ地元のイギリス人の方ですよね。あー、また来たのか。なんだか、もう、風物詩になったみたいな、来たな、みたいな感じでですね、普通に見てるでしょ。これが今のイギリスの現状で、もうだからね、いろんな海岸からですね、普通に不法移民がボートで渡ってきてですね、さあ、俺たちに飯を食わせろ、みたいな感じでですね、なんか我が物側で歩いてるというのがですね、今のイギリスの現状なわけでございますよ。すごいだろ、とんでもないでしょ。で、この状況はさすがにもう看過できんという形で、で、他のヨーロッパのね、フランスであるとか、スペインであるとかもですね、似たような状況でございます。で、そこに対してですね、一番法律を作って先鋭的に動こうとしているのが、あのイギリスのスナク首相でございますので、このね、イギリスの現在の状況とね、あ、この間使って決まったですね、これね、あの、ちょ、コーヒー飲んでいい？はい、この間決まったですね、あの、不法入国者をですね、ルワンダに移送するという法案が可決をされたっていうニュースと、そもそものこのイギリスの現状はどうなのかっていうのをですね、わかりやすく書いている記事がありますので、これちょっと読んでおこうかなと思います。でね、日本の状況を言うとですね、よくあのね、岸田総理がですね、移民政策を推進してるって言ってるんだけど、これ全部嘘で、移民政策なんてね、別に推進しないんですよ。あくまでも外国人労働者が、日本に入ってきやすい環境を作ろうじゃないかっていう形で動いている、というだけの話ではあるから、で、あとはね、地政学的な問題
題もあってですね、だってさ、冷静に考えて、日本にこんな黒いボートで、ね、あのね、年間300人がですね、気がついたら今年1年4万5000人も入ってきたみたいな状況になると思う？まあ、普通に考えて、ならないんでございます。でね、今、そこまで入ってきてないから、でもね、不法移民っていうのは怖いわけじゃないですかね。なんか中国が荒れたらですね、あのね、中国が超貧乏国家になったらですね、なんか中国を逃げ出して日本へみたいなやつらがね、来る可能性ゼロじゃないよね、ゼロじゃないよね。でも北朝鮮から来てないということは、中国からもちょっと来ないんじゃないのかなっていう気はするんだけれども、ゼロ、可能性はゼロじゃないじゃん。だからこそですね、今の日本としてはね、あの、これ、不法移民をですね、締め出す法律っていうのを作りながらですね、と同時に、移民の方に対してね、不法移民に対してですね、美味しくない国になればいいんですよね。なんか不法という形でですね、あの入国をしたところで、日本というのは全然不法移民にはですね、優しくない国だから、行く意味がないよね。そんな日本のですね、ルール作りをすればいいんですよ。それがね、今俺がやっているですね、これね、外国人生活保護をぶっ飛ばす、その第一歩として、ね、あの、ね、年金だった一時金ね、外国人だけに、許されてる超特権制度。これをですね、今ね、一生懸命ぶっ潰そうとしていて、これね、もうね、99% くらい、ぶっ潰せる状況になってきてますよ。なってきてるから、これはね、また別の動画でね、ご紹介するからですね。期待しててね。こんな感じでね、不法移民に対して、全然美味しくないルール作り、ね、生活保護も渡さない、社会保障なんか一切しないみたいなですね、そういうね、不法移民に対して厳しいルール作りをですね、やっていく方がですね、今の日本にとっては先に先決なんですよ。不法移民をいかにして追い出すかっていうのは、ちょ、数がね、ヨーロッパと比べるとだよ。ヨーロッパと比べるとやっぱ少ないから、まだそこにね、力が入れられないっていう状況があるんだけれども、でもね、いつね、似たような状況になるかわかりませんから、やっぱりイギリスの状況っていうのは知っといた方がいいと思いますからね。ぜひ読んでいってやるなと思います。これ、本当だからね、これ。見てみ、これとか。これとかね、なんかね、海から川に入って、川から数人単位でですね、不法入国してくるおバカちゃんたちが、こんな感じでね、こんな大規模じゃなくても、もうな、イギリスなんてさ、海に囲まれてるからさ、海岸だらけなわけじゃないね。もう、どっからでも上陸できるんですよ。どっからでも上陸できるから、どっからでも上陸をしていて、4万5000人がですね、2022年には入ってきてると。で、2023年は多分もっと入ってきてるよ。多分、5万とか、6万とか。おいおいおいと、そら、スナクも切れるわな、という話だよね。それで、そのスナク紹介ですね、今どんな状況になってるのか、ちょっと読んでいきましょうか。いきますよ。はい、イギリスの下院、不法入国者のですね、ルワンダ、移送法案をですね、なんと可決したんです。そう、可決をしたんですよ。で、可決をしたからこそ、出てきた文句があって、それが国際法違反じゃないかって話なんだよね。はい、最高裁の判断をですね、回避をする内容。いきますね、いきますね。はい。イギリスのですね、下院は17日、小型ボートなどで、はい、普通、海峡を渡ってですね、イギリスに来たですね、不法入国者を、アフリカ、ルワンダに移送する計画について、リシ・スナーク政権が、提出をした緊急法案を可決しました。もうね、もう緊急法案をですね、これね、提出をしないとですね、もうイギリスの社会が壊れてしまうわっていうくらいですね、やばい状況になってるんですよね。このですね、緊急法案は、物議を醸し合っているですね、ルワンダ移送計画に対する法的な異議申し立てをですね、できないようにするものであるとね、同計画はですね、スナーク首相のですね、主要政策の一つで、首相はこれが不法移民の抑止につながりますよとしてきました。そしてですね、野党はですね、この計画はコストがかかりすぎて違法であるとね、違法であると、反対をしていると。一方ですね、野党のですね、与党保守党の右派からは法案をさらに踏み込んだ内容にするべきだと不満の声が上がっていました。要するにね、もっと厳しく言ったれと、もっと厳しく言ったれっていう右派と、いや、それはまあ人権人道上ちょっと問題がありませんかと言っている左派に分かれているという形だよね。で、人道上の問題っていうのは実は国際法にもね、関わってきていて、なんで国際法違反になるかっていうとですね、簡単に言うとですね、なんだろうな、不法移民もですね、亡命を希望する普通の人間じゃないですか。ね、角度を変えればね。で、その人をですね、普通の人間、人権を持った人間をですね、法律違反だからって言って、国外に追放する。しかもアフリカのルワンダって言ったらですね、その方のね、身の保障ができないね、安全が保たれているかどうか非常に微妙であると、ね、いうところにですね、強引に送り込んでしまうと。ね、強引に送り込んでしまうと。となるとね、その方の人権を無視していませんかと。ね。人権を無視していませんかという形で国際法に抵触をしてしまいますよね。という形でですね、左翼の奴らがわーわー言うてるんだけれども、それに対してスナクさんがですね、うるせえと、もうイギリスはそんなこと言ってる場合じゃねえんだと、国際法に違反している。おお、違反してやるわ、じゃあ、違反していたのとしてもですね、こんなお前ボートでアホみたいに来んなっつってんのに来るような奴らをですね、イギリスに留まらせてなるものかっていうですね、この決意がすげえという話なんだよね。俺個人としてはですね、すげえ、羨ましい、いいな、岸田も頑張れとか思うところはあるんだけど、まあ状況が違うからですね、岸田が今ですね、こんな同じこと言い始めたら、ちょっと待て、お前、早すぎるぞ、それ、ちょっと状況になるからさ、でもあれなんだけれども、でもちょっと羨ましいよね、かっこいいよね。そしてですね、どこだっけ、じゃあコーヒー飲んでいい？
しかし採決では造反はわずか11人にとどまりまして、法案はですね賛成320、反対276で見事可決をされました。法案は今後ですね上院で審査されますが、厳しい反対に直面することが予想されます。まだねわー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 言うとるんですよ。やっぱ国際法に違反するっていうのはねやっぱそのくらい大きな問題なんだよね。そしてですね不法入国者をですね、ルワンダへ移送する計画は、2022年の4月に、ボリス・ジョンソン首相がですね、最初に発表しました。以来ですね、法的な異議申し立てに直面をしてきたんですよね。で、この法的な異議申し立てをですね、止めるための法案が通ったっていう話なんですね、今回ね。ここから先はですね、多分ね、次の記事を読んじゃった方が多分早いね。行ってみようか、次の記事ね、イギリスのですね、現在の状況っていうのをですね、上手に表している記事でございますわね。今回ですね、可決をされた法律につながるまでの動きという形でございますね。いきますよ。批判が多いですね。イギリスのですね不法移民法案、欧州各国が注視をするわけという話でございます。はい、小型ボートを使って不法入国する移民がですね急増しているわけでございますよ。これも対応せざるを得ようがな。はい、行きますよ。イギリスのですねスナク首相は、スエラ・ブレーマン内相とともにですね、3月の7日過去に前例のない厳しいですね不法移民法案を発表しました。批判覚悟の厳しい措置が含まれていることからあらゆる措置を講じてきたが効果はなかったと付け加えました。想定した通り野党労働党はですね強く反発しただけではなく、この国連のですね、国連の難民高等弁務官事務所ですね、も懸念を表しました。つまり、国際法違反だという声をね、もうこの時から上がってたんですよね。その法案の中身はですね、非正規ルート、つまり不法入国ですよね。で、不法に入国を試みた者は、二度とイギリスには入国ができないということや、不法入国をした者は、身柄を28日間収容所で拘束をされ、その後イギリスが協定を結んでいるアフリカのルワンダなどね、安全が確認される第三国に強制送還するというものであると、本当に安全確認できるのっていうところではあるんだよね。これまでですね犯罪組織の密航業者に、高額を支払って小型ボートなどを使って命を落とすリスクを確保で、英仏海峡を渡るですね行為が横行しておりました。そこでですね、イギリスは正規ルート以外の難民移民申請を一切認めない法案を打ち出すことで危険を伴った入国を事前に食い止めようとしているんでございます。そりゃそうですよ。年間300人の不法の入国者がですね年間4万5000人に増えたらですねそれは何も手を打たないわけにはいきませんわな。そしてですね、英仏海峡を小型ボートで渡る密入国者が急増しているとね、イギリスにですね非正規ルートで密入国する人の多くはですねイラン人、アフガニスタン人、インド人、さらにはですねアフリカのですねエチオピア人とかですねエリトリア人など、英語圏の人間が多いんだと。また近年はベトナムなどアジアからのですね無謀なイギリスへの渡航を試みる者もですね少なくない。なんでベトナムから行くのかね。なんだろうね。普通に行けばいいのにね。はい、政府の統計によると、英仏海峡をですね、小型ボートで渡ってくる密入国者たちは、2018年には300人程度でしたが、2022年には4万5000人を超えました。150倍になりました。それはなんかしなきゃまずいよね。イギリスへのですね、密入国の手段は、コロナ禍の前まではコンテナトラックが5割を超えておりましたが、今では小型ボートでのですね、密航が5割以上になりまして、これがですね、今回のですね、不法移民法案のにですね、繋がってしまいました。ではなぜ多くの不法移民が、フランスやドイツではなくイギリスを目指すのかね、こういうところがね大事なんですよ。要するにねイギリスがですね不法移民不法に入国をしたところで美味しくないよねという国であればですね別に誰もイギリスなんか目指さないんですよ。ドイツとかフランスとかスペイン行くんですよ。でもイギリスがいいよねって言っちゃってる不法移民がね、なんでそんなそれはどこを見てそれを言ってるのっていうところだね。実はイギリスは産業革命以降の発展を移民が支えたこともございまして、伝統的に移民に寛容な国であると。これはね日本とは全然違うところだよね。そして移民認定比率はなんと 40%、 日本は 0.3% だからね。わかります？日本はね全然難民に優しい国じゃないのよね。優しくないんですよ。それでいいじゃないですかね。わかるね。そしてですね、先進国でダントツに高いんですとね、人道主義に加えまして、フランスやドイツのようにガチガチの社会福祉国家の管理社会でもないことがあって、つまりね、自由度が高い。逆に言うと隙が多いんだよね。うん。当局の管理が甘いとされておりまして、自由度が高いことも魅力になってしまっていると。イギリスの政府はですね、ホームページで2015年以来、私たちは過酷な状況から避難を求めた2万5000人の男性、女性、子供たちをイギリスにですね、定住させました。これはですね、ヨーロッパのどの国によりも多い数であると、人道支援国家としての実績をですね実は強調しているという背景があるんですよね。だからね俺がずっと言ってるのはここなんですよ。管理が甘くなるから来るんだよ。わかります？だからガッチガチに管理を固くして、ね、外国人生活保護も出さないでね、まあ、あらゆる保障を出さないと、不法に入国したやつなんかね、のたれ死ねくらいの勢いのですね法律を作ってねガチガチにしてしまえばですね、こいつらはこっちに来ないんですよ。そういうルールをね先に作ってしまうことが今俺は大事だと思いますよ。はい、批判したリネカー氏はですね BBC のサッカー番組を一時降板ね。新不法移民法に関してはですね野党労働党をはじめイギリスの国内からですね批判の声が上がっておりますがね、サッカーの元イングランドで J リーグでもプレーを
した経験を持つですね、リネカー懐かしいね、リネカー氏はですね、移民法を強く批判をしたことから自身が司会を務める BBC のサッカー番組を公平性を欠くとの理由でなんと一時降板させられました。同氏はですね、自身のツイッターで法案を提示したブレーマン内相の動画の中の発言に対して1930年代のドイツが使用していた言葉と変わりませんねと述べていましたが、今でも彼の発言の支持者は実は増えておりますと BBC は火消しに躍起でございます。またですね、国連のですね難民高等弁務官事務所はですね、法案はですね、亡命禁止に相当すると強い懸念を表明しましたね。これある意味差別的な対応ですよねということも言えちゃいますからね。これは確かにね、ブレーマン氏はですね、保守党議員に宛てた書簡の中でですね、法案が、欧州人権条約に適合しない可能性は 50% 以上であるとしているとね、つまりとっても非人権的な法律じゃないかという形で反発をしていると。で、EU もですね、国際法違反であると懸念を表しまして、ヨーロッパ全体の移民政策を揺るがす法案と反発をしているというような状況でございますよね。これがね、だいたい1年近く前の状況なんですよね。でもですね、もうそういう状況にずっとあったけれども、ついにですね、スナクさんがですね、国際法違反をしてもですね、移民をですね、追放してやるって言い放ったから、ああもう大変もう大変という状況になってるわけでございます。実はですね、イギリス政府は昨年フランスのジェラルド・ダルマナン内相にフランスの海岸を離れる前に不法移民を食い止めるように実は要請していたんですよね。イギリスはね、フランスにね、ちょっとおい、不法移民がさ、お宅の海岸からこっちに来るからさ、どうにかしてくれんかねと言っていたと。昨年の11月の協定に調印をしていたと。で、沿岸の取締り強化のですね、パトロール隊員増強などでイギリス側はですね、約104億円のですね、104億円ものお金をですね、フランスに渡していたんですよね。しかしイギリスへの密航者はですね、全く減らずですね、フランス側の漁師たちは何度も沈むボートから不法移民を救出していると。それでもですね、昨年の12月の15日には凍りついた海で4人の密航者がですね、命を落とすという状況になりました。だからね、もうなんかもういろんなものに巻き込まれてるわ俺たちという状況なんだろうな。スナク氏はですね、3月の10日、フランスのマクロン大統領とパリで会談をして不法移民の阻止でですね、協力を求めました。とにかくフランスがうまいことね、不法移民が海に出ないようにしてくれたら大丈夫なんだからって言ったわけですね。フランスにですね、新しい不法移民収容所を建設する費用や、フランスからですね、海峡に漕ぎ出すボートを防ぐために追加の警察により取り締まりの強化の資金を提供するために向こう3年間でなんと810億円をですね、供与することで同意しました。どんだけイギリス困ってるんだよと。どんだけ、しかもフランスはお前補助をもらうんだよ。だって、フランスだってあれでしょ、イギリスがですね、不法移民がフランスからやってこないためにフランスさんにですね、810億円ものお金を渡してるんですよ。すごくね。はい、イギリスの調査会社によるですね、世論調査では、政治の優遇課題について、経済医療について第3位にですね、なんと不法移民対策が入っております。保守党支持者のですね 40%、 労働党支持者の 31% が不法移民新法を支持をしていると。で、スナク氏はですね、今回の移民法の発表の際ですね、戦う準備はできていると述べまして、法案成立に意欲を見せておりました。だが、スナク氏のですね、政権基盤は盤石とは言えない状況で、前日の世論調査で、スナク政権の信頼度は、当時はね、3割強でございました。国民にはですね、前財務省であったスナク氏の、経済通の能力に期待をする声もある一方、2023年の経済成長の見通しはマイナス 0.8% とされておりまして、国民生活の悪化は避けられないと予想されていました。ちなみにですね、EU 内でイギリスの新移民政策を支持しているのは、移民排除をですね、政策に掲げる極右政党やポピュリズム政党が大半でございますと。イギリス国内では民族主義、差別主義と同等と捉える声もございまして、イメージダウンにつながってしまっているという一面もあるんだと。だからね、移民を出ていけっていうのはですね、多くの国民が望んでいる反面ですね、とっても差別的に映ってしまっているということがこれでわかりますよね。はい、保守党内にもですね、実行不可能な賭けであるという意見も出てきていると。でもですね、これをね、突き進んでですね、国際法に違反してもやるって言ったのはスナクさんですな。移民への対応に頭を悩ませるヨーロッパと、そう、これヨーロッパ全体がね、どえらい問題抱えてるんですよ。移民の問題はイギリスに限らずヨーロッパ全体の問題ですと。シリアやイラクの紛争で大量の難民とか移民が押し寄せておりまして、ドイツだけでも100万人を受け入れるという状況になりましたね。これ移民、難民移民の類ね、労働者がないのね。はい、特にフランスでは2015年以降、イスラム過激派のテロリストたちが国を頻繁に出入りしていまして、国内テロにもつながってしまって、そう、テロリストが紛れてるっていう、よく話聞くでしょ。あれ実際にあったんですよね。そしてイギリスではですね、難民移民が国の公共サービスを受けることで財政負担が増していると。これはね、日本もありますからね。生活、外国人生活保護なんて10年15年で多分1兆、毎年1兆円くらいの規模にこのままだと膨れ上がるからね。これは何としてもね、自民党に止めてもらいますからね。これは絶対止めるからね。はい、
こういう財政負担が増していることに不快感を持つ国民が増えております。今回の法案にはですね、難民移民認定の1年間の人数制限を設けることも盛り込まれておりまして、難民移民急増にですね、効果的なブレーキをかける政策と政権はアピールをしておりますと、イギリス政府はですね、移民の認定において国に貢献するスキルを持っているかどうかの条件、どうかを条件にとしておりまして、まあ、イギリスにとってお得な人材かどうかってことですね。EU の大国もですね、同じような方向性であると、密入国者の大半はその条件を満たしているかどうかがとっても怪しいからね。無論ですね、イギリスに非正規ルートでたどり着く人々には犯罪者やテロリストも当然混ざっておりますが、不法移民の人権を無視した対応も問題視されていると。でもね、もうそんなこと言ってる場合じゃなくなってきてるっていうのがスナクさんの判断だよね。ロシアのウクライナ侵攻によってヨーロッパに逃れたウクライナ人は810万人を超えるんですと。戦争の長期化で新たな対応にも迫られておりますとね。法案が成立をすれば EU の極右勢力が勢いづいてしまう可能性もございます。そのためですね、ヨーロッパ全体がですね、イギリスの不法移民政策の、法案のですね、行方に、注目をしているとね、ヨーロッパ全体がイギリスと似たような問題を抱えているから、だからね、その戦闘を突っ走っているイギリスの状況っていうのをですね、ヨーロッパ全体がじーっと見ているというお話でございますわね。はい、ということで、ね、こういう状況でですね、今回のですね、ルワンダ送りの法案がですね、決まって、でそれをですね、邪魔することができないような法律も決まったというお話でございます。はい。ということで、ね、これね、今ね、日本がですね、この状況に陥るということは、僕の感覚で言うと、まあ、通常に考えたらありえないと。ありえないと、地政学的に考えても、多分ありえないんだけれども、ただ何が起こるかわからないという点と、そしてね、そこをね、心配するんであればですね、不法移民にとって全く魅力的じゃない国に日本がなってしまえばいいので、生活保護、外国人生活を止めたりね、社会保障を止めたりね。うん、すぐに国外にこうね、イギリスのね、すぐに国内に追放されてしまうという法律を作ったりね、そういうね、不法移民をですね、とって美味しくない国にするための法律作り、ルール作りをですね、進めていった方がいいかなと。そういう意味でこれね、とっても参考になると思いましたので、今回お届けをしました。でね、これね、ちょっと途中になってしまったこの記事なんだけれども、これね、ちょっとこれ、どうだろう、結構ね、さっきの記事とですね、似たようなことが書いてあるから、だからあんまり必要ないかなと思ったんだけど、ほらね、これね、ルワンダ側にもですね、これ、ね、不法入国をした人間を受け入れてもらう、ルワンダ側にもですね、162億円をすでに払っていると。だから日本もですね、これ国外追放だっていう同じようなことをしようとしたらですね、数百億円のお金をですね、どこに払うの？韓国？違うな。どこ？中国？嫌がるよな。どこに払うの？労働力が必要な国どこ？北朝鮮か？北朝鮮に送っちまうか？それは相当嫌がるよな、みんなな。まあいいや。で、いうような形でね、いろんなコストがですね、出てくるから、まあこういうコスト俺は払いたくないんですよ。であるならば、ね、無駄に今ね、外国人の方々にね、ちゃんとした外国人に対しては、別に生活保護とか全然いいんだけれどもね、いや、でも外国人生活保護自体がいらねえか。そんなおかしいもんな。まあ、ちゃんとして働いてる方ね、ちゃんとしたルートで日本に入ってきてる方に関してはですね、手厚く優しい日本をですね、これ享受していただければいいんだけれども、こういうねボートに乗ってくるですねアホどもはですね、もう一網打尽にしてしまいたいという思いがありますので、その参考になるという形でですね、今回の記事をお届けしましょうね。で、今回のねこのイギリスっていうのはね、マジで、ね、わかるでしょ、国際法違反をしてでもですね、不法移民を追放するっていうことを言ってるわけだから、多分ねどこまでも突き進んでいくんですよね。で、この方自体がね、多分ね移民の出のはずだから、ね、だから逆に甘い顔をできないという背景もあるから、多分ねどこまでも突き進んでいくような気がしてるので、これまたシンボリックな記事があったらですね、皆さんにお届けしたいなと思いますので、もしよろしければチャンネル登録お願いします。というわけで、クマさんの動画を終わりたいと思います。バイバイ。